う総力戦ということになりそうです。とここに山口が出てきました。山口 K です、ね、山口 K からいいボール、中谷、中谷左から切り返して右足クロスボール、パスティッチ、さらに決めた。最後はやっぱりウェズレイ、ウェズレイ決めました。見事なファインゴール。そしてバスティッチいい仕事しました。強くないなというイメージありますよね。ただこの今スローで映りましたが、楢崎もちょっとまたちょっとこぼしましたね。まあしょうがないですね。まあそうですね、はい、自分の範囲内であれば問題ないでしょう、はい、名古屋奪った。バスティッチが後ろにいる、バスティッチ、おい、来日初ゴール、右足炸裂、同点に追いつきました。名古屋グランパスエイト、後半最初に点を取ったのは名古屋グランパスエイト。後半からですかね、はい、出て以来調子いいですよね。そうですね。さあここはミドル狙ってくるか、はい、山口足がつきませんが、そしてその中田にもう一本来るか、倒されましてベーブありません。中折り返す、こぼれている、山口のシュート、まだチャンスだ。グランパス左サイドから中、ヘディングシュート、バスティッチだ、バスティッチだ、俺がバスティッチです、よろしく。みずほのサポーターに名刺代わりのダイビングヘッド。中谷もよく見てました。いやー、これで3点目、沢井さんも恐るべし攻撃陣ですね。今拾って酒井かわす、前を見て浅いラインからスペースへ出す、オフサイドライン抜けてキーパーが1枚シュート、先制グランパス決めたのはバスティッチ。オフサイドではありませんでした。もう一度柔らかく入れました。持っていくかバスティッチ、さあバスティッチ、ウェズレイ来る、いいパスだ、ちょっと強かったですね、わずかに流れましたか。ウェズレイヘディングアップ、決まった、これは劇的だ、90分で決着がついた、2対1グランパスエイト。いやもう本当2人で作りましたね。いやこれは名古屋ファンはたまりませんね。ベルデニック監督が本当に喜んでいる。山口、山口から縦に裏を狙ってくる、バスティッチシュート、決まった、先制ゴールを決めました名古屋グランパス。だからね、ちょっと今キーパーの反応はタイミングがずれたような感じだったんですね。左足そう強いシュートではなかった。コントロールすればいいとは言いますけどね、さあサントスが入ったことで、ただサントスはまだ帰って2日、はい、まあでもまあ、ランパスで言ったピクシーなんかは帰ってきてすぐ試合とかしますから、さあシュートいく、決まった、バスティッチ。いやこれねキーパー2本ともねバスティッチをね意表をつくシュートで左足と右足2本今日もらっちゃいましたね、スパルス。いやこれ距離にしましてこれ30メートル以上ありましたね。まあ、しかし真田もまさかというような表情も見えましたが、いやこれはまさかでしょう。あ、平岡な福田のカットからグランパス、中野の縦パス1本、バスティッチ早い、
ミルコビッチから、うん、かわしていった、やらないボール、ヘディングシュート決まった、原が先制、原が決めました、2試合連続ゴール、グランパス先制点1対0。攻めれたものがありましたよね、はい、そしてバスティッチがピッチに戻ってきましたが、こうやって見ると痛そうじゃないんですよねバスティッチ右足、2対1グランパス勝ち越し、バスティッチのゴールは決まりました。今夜初ゴールを決めています、バスティッチ、シーズンでは8ゴール目、セカンドステージは3ゴール目ということをする。あっとチェヨンスバランスを崩した、タデの突破、グランパスチャンスになるか、キーパー出る、タデしかわされた、シュート、ゴール、見事に決めたバスティッチ、今日2ゴール目、3対1、グランパス2点リードに変わりました。岡山行きました、岡山です、打ってくる、壁に当たりますが、そしてもう一回滝沢、横へ出した、ウェズレー、ウェズレー、ウェズレーかわした、横へ出してシュートは入った、入りました、バスティッチが決めています。難しい打ち方だったんですが決めています。2対2同点、20分21分、立て続けのゴールです。いやー、一つ右サイドから潜り込んできて左チェンジして1対1になってですよね、難しいシュート入れたね今、いやトリッキーなプレーでしたね。バスティッチ、秋田がつきます、いいボールだ、さあ酒井、酒井、藤本、ようやくゴール前で藤本が出てきた、中村、バスティッチフリーだ、いやー来た、久しぶりのゴールは藤本からバスティッチ、いやー来ましたね、ピンチをしのいでしのいでしのいで、ついにグランパス来ました、バスティッチ来ますね。ですから本当にグランパスのは2バック小賀と大森2枚だけですね、はい、そしてこれが貝本です、ここに貝本がいます、これはもう超攻撃的な布陣を敷いていきます。これはベルデニック監督のどうしても勝とうという思い、フィナテル、バスティッチ、バスティッチ勝ち越し、ベルデニック采配的中、勝ち越しました、後半の41分、バスティッチ、いや、ディフェンスラインに入ると思われた貝本がですね、左サイド上がってクロス入れましたよ。これがラストチャンスか、そうですね、ロスタイムは3分でしたね、はい、ウェズレーが壁に注文をつける、ずらしてバシッチ、ドリブル入れてシュート、いや入りました、決勝点がバシッチ、今日が日本最後のバシッチが決めました、いや素晴らしかったですね、名古屋にとっては劇的な幕切れ、タイムアップの笛が鳴ったかどうかまだ分かりませんが、最後に決勝ゴールを叩き込んでいますバスティッチ、いや本当によく入れましたよね、入れましたね。